そろそろ落ちる。明日には菓子あげられると思うから。お、うん、わかった。お疲れ様。おやすみ。うん、おやすみ。ユキ、最近ログインしてる時間減ったね。前はもう少し遅い時間まで作業してたのに。うん、まあこの前模試があったみたいだし、受験勉強で忙しいのかもね。あー、そっか。冷静に考えたら勉強しながら曲作りするの相当しんどそうね。え、僕だったら頭いっぱいいっぱいになっちゃいそうだよ。でもそれくらい忙しくてもこっちに来て頑張ってくれるのすごく嬉しいよね。よーし、僕たちもユキに負けないくらい頑張ろう。ケイ、どうしたの？なんだか今日元気なくない？もしかして作曲行き詰まっちゃった？ああ、そういうわけじゃないんだけど、実は今日お父さんのお見舞いに行った時に。着替えの荷物も多めに持ってきちゃったし、いつもよりずっと疲れる。ちょっとクラクラしてきた。どこかで休まないと。大丈夫ですか？え？あなたは。急に話しかけちゃってすみません。全然怪しいものじゃないですよ。なんだかすごく辛そうに見えたので、もしかしたら具合が悪いんじゃないかって思って。だから、私に何かできることがあれば。って、あれ？もしかして、かなでちゃん？やっぱりかなでちゃんだ。お正月以来だね。お正月？そういえばどこかで会ったことがあるような。ほら、サークルのみんなで初詣に来てくれたでしょ。私あの時巫女さんのお手伝いしてて。巫女さん。あとファンフェスタの時もありがとうございました。かなでちゃんの言葉すっごく嬉しかったよ。私の？うん、眩しかったって言ってくれて。あ、思い出した。確かあの時歌ってた。はい、花里みのりです。花里さん、久しぶり。うん、また会えてすっごく嬉しいな。具合が悪そうなのにいっぱい話しちゃってごめんね。体調は大丈夫？あ、うん、大丈夫じゃないけど、お父さんのお見舞いに行くだけだし、少し休めば動けると思う。荷物を運ぶの手伝うよ。え？でも荷物結構重たいし、花里さんにも用事があるんじゃ。私は次のライブに向けてジョギングしてただけだから大丈夫。重たい荷物を持つのもトレーニングになるし、むしろ手伝わせて。そ
こういうものなんだ。手伝ってもらうのはちょっと悪い気がするけど、このまま病院までたどり着ける自信もないし、ここは花里さんの好意に甘えようかな。それじゃあ悪いけどお願いできるかな。迷惑かけちゃってごめん。ううん、気にしないで。私も力になれて嬉しいから。じゃあ荷物預かるね。よいしょ。病院はどっちかな。あ、うん、こっちだよ。ふう、着いたね。あ、荷物は中まで運ぶ？ううん、あとは看護師さんに渡すだけだから。本当に助かったよ、ありがとう。でも花里さんはすごいな。結構重いのに軽々運んでたし。え？そんなに重く感じなかったけど。もしかしたらライブに向けてトレーニングしてる効果が出てるのかも。よーし、この後ももっともっともっと頑張るぞ。じゃあ私はこれで。またね、かなでちゃん。え、あ、うん。花里さんが声をかけてくれて助かったな。私だけじゃたどり着けるか怪しかったし。トレーニングか。迷惑かけちゃったし、私も少しは体力つけた方がいいかも。ってことがあったんだ。へえ、なるほどね。それを気にしてたんだ。まあ確かにケイは人と比べて体力ないしね。あ、それにこの前体がだるくて重いとか話してなかった？うん、今までは寝れば治ったんだけど、今回はなんかずっと肩が重くて。それ運動不足が原因なんじゃない？ずっと座ってると肩が凝ったりするし。そうそう、今はいいけど曲作るときに集中できなくなっちゃうかもよ。う、それは困る。どうしたらいいのかな。まあやっぱり一番は運動を習慣にすることじゃない？積極的に外に出て歩くとかジョギングするとか。運動。そうそう、体を動かす習慣がつけば自然と体力もつくでしょ。みのりちゃんみたいにジョギングするのは難しいとしても、ウォーキングしてみるとか。でも K には散歩も結構ハードル高いんじゃない？最近は外も暑いし。うん、まあ無理してやらなくてもいいとは思うけどね。運動以外にもいろいろ方法はあるはずだし。うん、やってみようかな。え？ケイ、本気なの？うん、曲が作れなくなるのは絶対に避けたいし、また誰かに迷惑をかけるのも嫌だし。そっか。うん、いいんじゃないかな。ね、エナナ。ちょっとびっくりしたけど、そうだね。私も応援する。頑張ってね、ケイ。ありがとう、エナナ。ちゃんとできるかわからないけど、やってみる。うん。あ、でも、無理しすぎないようにね。もし無理だって思ったら休んで、必要なら連絡して。そこまで心配しなくても大丈夫とは言い切れないけど。
エナナもケイと一緒に運動してみれば？え？なんで私？だってエナナ最近太ってきたって言ってたじゃん。一緒に運動すれば解消できるかもよ。は？ちょっとむくんじゃっただけだし。っていうか、それならアミヤも一緒にやればいいでしょ。僕は休みの日バイト入れてるんだよね。それに別に運動不足ってわけでもないしね。運動できるからって調子乗って。まあでもやってみてもいいかもね。Kを一人で運動させるのもちょっと不安だし。別にダイエットのためとかじゃないけど。エナナありがとう。私一人だと続かないかもしれないから助かるよ。まあ私のためにもなるしね。じゃあとりあえず週末公園に集合しよっか。わかった、よろしく。アミヤも提案してくれてありがとう。いえいえ、二人ともいい汗かいてきてね。ふふ、退屈だったから少し様子を覗きに来たけれど、なんだかとても楽しいことになりそうね。